社会的ネットワーク。社会ネットワークとは、価値、構想、提案、金銭的やり取り、友人、親類、嫌悪、取引、ウェブリンク、性的関係、疾病の伝染、航空路といった一つ以上の関係により、結びつけられた濃度からなる、社会的な構造である。社会的ネットワークはしばしば社会ネットワークと言われるが、総務省の情報通信白書では、 社会的ネットワークという表現が使用されている。また、平成19年版国民生活白書では、つながりが築く豊かな国民生活と題して、日本における社会的ネットワークの現状を報告している。しかし、アカデミックの世界では、社会ネットワークという表現が使用されることが多い。社会的ネットワーク分析は、近年の社会学や人類学、 組織論といった学問分野において、統計学やグラフ理論から生まれたポピュラーな推論、研究であると同時に、有用な方法として台頭した。この分析によって、それが家族から国家まで様々なレベルの問題に適応でき、問題解決への道を示す重要な役割を果たし、組織が運営され、 どの程度個人の追求する目的が果たされるのか多くの研究者によって論証されたのである。この社会的ネットワークから派生した分析概念として都市社会学には個人を中心として他者とのネットワークを考えるパーソナルネットワークという理論も存在する。また最近の社会学や政治学においてはソーシャルキャピタルと関連する概念として捉えられることが多い。 漢字を伴った社会的ネットワークという用語は、英語のソーシャルネットワークに対する社会科学の専門用語である。一方、ソーシャルネットワーキングとすべてカタカナで書く場合は、Facebook、Twitter、Instagram などの SNS コミュニケーションサービスに関連して言うことが多い。社会的ネットワーク論では、ノードとつながりという観点から社会的隣接性を考察する。 濃度とはネットワークに関わりを持つ個々人を指し、つながりとは関係者間の結びつきを表すものである。濃度間には考え得る限りの関連性を様々な種類のつながりで表すことができる。この簡単な定義のもと、社会的ネットワークは可能な限りの濃度を適切なつながりで全て結んだ地図であると解釈することができる。またこのネットワークは、 関係する個々人の持つ社会資本を決定づけるときにも用いられる。これらの概念はしばしば濃度、点、つながりを線とした社会的ネットワークダイアグラムとして表される。社会的ネットワークのありさまは、それを形成する主体者としての個人にとって、そのネットワークの有益性を示す鍵になると考えられている。例えば、緊密型ネットワークは、 ネットワーク上に多くの空白を含むものや主たるネットワークの外側で他の主体者と緩やかに繋がっているものに比べメンバーにとって実際にはあまり有益ではない。より開かれたネットワークには社会的空撃や弱いつながりが多く含まれており上々なつながりに満ちた閉鎖的なネットワークよりもより多くの新しいアイデアや機会に恵まれる可能性があるのだ。 言い換えればこうなる。ただ一緒に何かをするだけの友人集団というのは同じ知識や機会をすでに共有してしまっている。一方、他の社会的世界へ関わりを持つ個人の集団というのはより広い範囲の情報へとアクセスすることができる。一つのネットワーク上で多くのつながりを持つよりも様々なネットワークへのつながりを持つ方が個人が何かを成し遂げるときにより有益であると、 解釈するることができるのだ社会科学分野での社会的ネットワーク論の応用は社会関係を定量化する試みである社会測定法に橋を発する。マーク・グラノベッターに代表される学者たちは社会的ネットワーク論を拡張し、今日では社会科学の分野において様々な現象を説明する手助けとなっている。例えば、組織内での力とは ネットワーク上の個人がその肩書きによらずどの程度多くの関係の中心にいるかによって決定づけられるということが見出された。また社会的ネットワークは会社の業績や事業の成功には雇用が重要な役割を果たすということも見出している。社会的ネットワーク論は学術分野で活発な討論が行われており社会的ネットワーク分析者の学会が 国際ネットワーク学会である。研究者によって作成された社会的ネットワークに関するツールはオンライン上で入手でき、ネットワークに関する画像イメージなどを比較的容易に利用できる。社会的ネットワーク分析は医療分析分野でも用いられており、それは疫学研究だけではなく、患者コミュニケーション、患者教育、疾病予防、精神保健の診断と治療、 医療機関、医療システムなどでも用いられている。また、健康の社会的決定要因でもある。オンライン上で社会的ネットワークを構築するのがソーシャルネットワーキングサービスである。最後の S が表すものはサイト、システム、サービスのいずれかになるが、この違いによる定義の差はない。これらのウェブサイトはコミュニティとして機能する。最初の段階として主催者が、 自らの知り合いをネットワーク上に招待する。その新しいメンバーも同じことを繰り返し、メンバーの総数的にもネットワークの規模としても成長していく。サイト側では自動更新機能を持ったアドレス帳、プロフィール表示機能、新たなつながりを形成する能力である紹介機能、その他オンライン上での社会的つながりを支援する機能を提供している。最近では、 ツイッターのようなミニブロックと呼ばれる人間のコミュニティ形成にあまり重点を置かずユーザーが自身の状況など短い文章を気軽に投稿しそれによってコミュニケーションが生まれるようなソーシャルメディアも存在するツイッターでは Facebook や m i x i などの今までの SNS と比べて相手からの承認がなくてもフォローをすることによってそのユーザーのツイートを自分の好きなように閲覧したり リツイートによるフォロワーへの伝達やメンション機能による対話を行うことができる。そのため、フォローネットワークと呼ばれるユーザーのフォロー関係をネットワークとして表現した独自性の高い社会的ネットワークが構築されている。フォローネットワークではフォロー先を矢印とした有効ネットワークとして表すことができる。これによってツイッター上での社会的関係を表すことができる。 また、メンションをエッジとしてみなすことによる、メンションネットワークとしてみなすこともできる。このように、フォロー関係によるネットワークと、メンションというやりとりのネットワークの二面性が存在することが、ツイッターにおける社会的ネットワークの特徴であると言える。ツイッターで、フォローネットワークについて分析する際、ユーザーがどのようにフォローするユーザーを選んでいるかを知ることが重要である。ユーザーが 他のユーザーをフォローする動機として、ユーザー思考、コンテンツ思考、相互性の三つの軸があることが知られている。ユーザー思考とはユーザーに興味があることであり、コンテンツ思考とはユーザーが発信するツイートの内容や情報に興味があることである。相互性とは、相互フォローをすることによって、対話や交流を行うことを目的としたフォローである。アメリカでは、 1997年から2001年まで運営され、約100万人の登録者数を誇った sixdegres.com が現代的な SNS の起源となり、2003年頃からはフレンドスターや www.thosirweb.com、tribe.net、linkedin といったサイトが流行し始めた。2004年には、 現在の SNS の中心的存在である Facebook の前身のファシーマッシュがハーバード大学内限定で公開された。現在では200以上のソーシャルネットワーキングサイトが存在している。サーチエンジンの Google も2004年1月22日に O ーカットを立ち上げ2011年6月には Google スを開始した。また、スペイン元 ポルトガル語のソーシャルネットワークであるキバップも2004年にサービスを開始している。ライブジャーネルのようなサイトではブログを相互接続するというアプローチをとっている。またさらなる発展型としてスタンバラポーンとフンチャインのように人とブログの双方を相互接続するセマンティックソーシャルネットワークも出現している。自分自身でソーシャルネットワークを構築することのできるソフトもある。 また、ソーシャルネットワークは、ビジネスの世界にも導入されている。SNS ではないが、2010年代後半以降、ビジネスでは、業務連絡を行う際に、スラック等のチャットを利用することも、普通となり、ビジネスではネットを用いた、情報交換の割合が大きく増えている。日本における、同行日本でも、2004年3月にサービスを開始したミクシーを筆頭に、 様々なソーシャルネットワークが存在している。いわゆる出会い系サイトとの違いを説明するために、日本では知り合い系サイトという通称が用いられることもある。社会ネットワーク分析の人文科学への応用はデジタルヒューマニティーズの文脈で語られる。歴史学においては、とりわけ資料の持つ性質との兼ね合いから、どのように定性的情報を定量的な形へ、 変換するのかが問題となる。加えて人文科学の持つ問題関心にかなう形に社会ネットワーク分析の持つ分析枠組みを修正、適合していく作業も必要となる。ありがとうございます。